ごきげんよう、進学コースの法話です。本日は私たちの会社について、あかつき祭ハワイ大学のチャリティーバザーの様子を含めお話しします。よろしくお願いします。まず、私たちの会社名、法話ですが、日本らしさを表現するために漢字を使用し、巡り合うという意味を持つ、会うと、日本らしさが一目でわかる和を使用し、フォアと名付けました。コンセプトは、身近に和を、和を世界にです。商品制作に向けて、私たちの会社は、学校生活でもっと個性を出したい、自分らしさを表現したいという意見が多く出ていました。そこで、もっと身近に個性を出すために、カバンや紙につけられる商品か、全世代で使える商品を考えました。その中で海外で商品を出品すると考えた際に日本らしさを表現することはできないかと考え、水引を使うことにいたしました。まずは商品についてお話しします。私たちの会社は2つの商品を制作しました。1つ目はお花のキーホルダー、商品名はサンフラワーです。こちらは3色の水引を組み合わせてひまわり型のキーホルダーを販売しました。商品価格は300円です。パールのビーズとタッセルを加えたとても可愛らしい商品で、組み合わせの幅が広いため制作するのも楽しかったです。制作映像をご覧ください。水引きで小さな花びらと茎をたくさん作り、グルーガンで一つにまとめるとお花の完成です。完成したお花に毛糸とビーズで作ったタッセルを金具で留め、お花にくくります。最後にお花の上部にキーホルダーをつけて完成です。たくさんの方の好みに合うよう、写真のようにさまざまなカラーを制作しました。2つ目は2色の水引きを組み合わせた蝶々の髪飾りです。接着剤をつけた時の見栄えを考え、水引きのみを使用して制作できるようにしました。こちらもサンフラワー同様300円で販売しました。どちらも主な素材を水引きで、すべて作業で製作しました。私たちはこの商品をより多くの人に手に取ってもらいたいと思い、売り出し方法を工夫できないか考えました。インパクトのあるもので、ハワイにはない文化を取り入れたいという社員の考えから、ガチャガチャを作成しました。実際に使用したガチャガチャがこちらです。回している様子を動画に撮ったのでご覧ください。カプセルの中にゴムのついた目結びを入れ、商品を買っていただいたお客様に一人一回回していただき、中の目結びをプレゼントしました。こちらはペットボトルや傘につけて目印として使うことができます。次に、あかつき祭の販売の様子についてです。私たちの会社は2商品合わせて3日間で190個を目標個数に設定し、達成するためにさまざまな工夫を重ねました。こちらは実際にあかつき祭で使用したパンフレットです。シンプルかつ分かりやすいパンフレットにすることを心がけて作成しました。教室内の装飾ですが、入り口に大きな看板を設置し、目に入るようにしました。ドアに花と水引きをつなげたものを下げ、会社の雰囲気を感じられるようにし、商品を並べるところに紫の布とレースを組み合わせ、華やかに演出しました。こちらは赤月祭で使用した CM です。ご覧ください。お一ついかがですか。社員一同お待ちしております。どうしたら商品の魅力が伝わるか試行錯誤しながら作成しました。その結果、見事完売。さらに赤月祭の目標個数の90個ですが、想定していたよりも早く完売してしまったため、ハワイのために用意していた40個を追加で販売しました。
続いてはハワイ修学旅行で行ったチャリティーバザーについてです。ハワイのチャリティーバザーでは看板商品であるサンフラワーは海外の方の好みに合わせ花の色をより鮮やかなものに変えて販売しました。ガチャガチャは暁祭同様商品を買っていただいた方に無料で回してもらいプレゼントしました。チャリティーバザーでは商品の説明や会話などを英語で行うためコミュニケーション能力に加え伝えたい言葉を英語にする能力が必要でした。大変でしたが伝わった時はとても嬉しかったです。こちらの写真は実際に接客をしている様子です。はじめはどうなることかと不安な気持ちでいっぱいだったのですが、現地の方のテンションや話せたことによって自信がつき、とても楽しく過ごすことができました。ハワイのチャリティーバザーでは、サンフラワーの販売価格を6ドルに設定しました。日本円にすると840円です。円安が進んでいたこと、アメリカの物価が高いことを加味して、この値段設定としました。またハワイではビラ配りを行いお客様の集客率アップにつなげることができました。こちらの写真は実際に使用したパンフレットの写真です。暁祭とは別のものを作成しました。チャリティーバザーでの販売目標個数は45個です。ハワイではガチャガチャに興味を持ってくださる方がたくさんいたためこちらも見事完売することができました。続いて会計報告です。出資金は1人2000円、社員が12人なので資本金は2万4000円となります。暁祭チャリティーバザーを通しての売上金は6万9300円です。現金成長率はこちらです。資本金に対して 183% の利益を収めることができました。そしてハワイでは学年全体の売上金の総額が1878ドルです。日本円にすると約26万円になります。どの会社も様々な工夫をして熱意を持ってチャリティーバザーに挑んだ結果売上金が過去最高額となりました。この売上金はハワイ大学のものづくりに挑戦する女子学生のためのソサエティオブウーマンエンジニアズに寄付させていただきました。最後になりますが創造性教育を通して起業家精神の確立はもちろんコミュニケーション能力や英会話力まで身につけることができました。私たちのコンセプト身近に和を和を世界におもとにお客様と触れ合い一人一人がレベルアップできました。今回の暁祭ハワイはチャリティーバザーを通して学んだことを今後の生活に生かしていきたいです。ご清聴ありがとうございました。本当にこう、なんだろう、ずっと成長し続けてるチームで、もうハワイまでずっと成長し続けてて、ハワイで販売した商品が一番完成度が高かったような感じですごいキラキラしててすごい綺麗でしたよね、はい、あとハワイでのプルスがすごいにぎわっててあのガチャガチャ効きましたね、はい、実際そのこの事業家実習に取り組んでみてあの始める前と実際今ほぼ終えた後ってどうでした？印象通りでした？それとも結構違うものでしたか？そうですね、やっぱりハワイだったら自分の英語力に自信がなくてちゃんと売れるのかとか不安だったんですけど実際現地に行ってみて英語を話してみると意外と伝わったりしてそれが直接自分の自信につながって思ってたよりもうまくいったなって思った。本当ね、やってみて実際やってみると自分たちこれだけできるんだなって多分実感した1年間だったと思うんだけど実際そのどんなとこ大変だったこの事業家に占めてみて。そうですね、やっぱ私たちの会社は水引きを使用したんですけどどうしても水引きだと見た目に何か足りないなっていう感じが強くなってしまって何度も構成を練り直したのでそこはやっぱ一番大変だったなと思います。
そうなんですよね。結構あの線で形作っていくから、これはこれで大変なんですよね。その中ですごい工夫して、あのより良いものって挑戦していたし、あと実際暁祭本番ではクオリティがすごく高くなってたんで、それすごいなと思いました。あの事業家実習って大体15人1チームで、で、フォアさんは12人なんだけれども、これが2つあって、ルールが、自分たちで手作りで作れる範囲でやりましょうっていうのがあって、なので、外に注文して作るっていうんじゃなくて、あくまで自分たちで作って、その完成度を高めていくっていうところが教育の一環なんですね。で、そこにもう正面から立ち向かってくれたチームなのと、あと、もう一つ役割分担をしようというのがあって、あのチームの中をマネジメント、財務会計、マーケティング、生産ということで役割分担した上でみんなで力を合わせてやっていくんだけど、チームワークはどうですか？結構、まあ、年によってはなんかいろいろこう喧嘩しながら最後は全力を尽くそうとかいろんなタイプのチームがあるんだけど、はい、小川さんはどうでしたか？初めからしっかり役割分担を、決めてやっていたので、全体的に作業はスムーズに進みました。かなりチームの力がね、結集されてた感じだなと思いました。あとその、じゃあちょっとこれは事業家実習から少し離れちゃうんだけど、ハワイ修学旅行楽しみにしていて実際行ったと思うんですけど、どんなところが良かったか、ちょっと良かったのお話してくださいますか？そうですね、やっぱ日本にいる人のテンション感と海外にいる方のテンション感って全然違くて、例えばバスの中で運転手さんが歌ってるとか、その空気感がとても楽しかったです。とっても自由だよね。はい。そうですね。あとそうだな。こう、実はもう2年前はそちらの受験生の側にいたと思うんだけれども、その時のことをちょっと思い出して、何か伝えたいメッセージとかがあったら、ぜひお願いします。やっぱ創造性とか、この学校の年間行事を通して、この学校は結構、クラスのみんなとか学校のみんなで協力して作り上げるっていうことが多いので、助け合うことの重要さとか大切さとかをとても実感できます。今はこの受験勉強で大変な時期だと思うんですけど、この滝野川の説明会を通してこの時間が有意義な時間になればいいなって思ってます。受験勉強頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、本当実はこれ打ち合わせなしでやってるので、本当にもうこういった形でね、もうやり取りができるのもすごい成長したなと思って、とても嬉しく思ってます。じゃあフォアの2人でした。ありがとうございます。ありがとうございました。